生き方の多様化が進み、皆さんの世代のライフプランの選択肢は今後さらに広がっていきます。皆さんがより明確なライフプランをイメージできたとき、パートナーと協力し合えるよう正しい知識を身につけておきましょう。皆さんこんにちは。眉山高校で保健体育を教えているひかりです。今日はライフプランニングについて考えてみましょう。参加してくれるのはこの2人です。はじめまして、私はさくらです。いつもひかり先生にいろんな相談に乗ってもらってるんだ。こんにちは、さくらのクラスメートあゆむです。僕はパートナーのことをちゃんと理解できるモテ男になりたいんだと思って今日は来ました。わかったわかった。じゃあ2人がより豊かな人生を送れるよう一緒に勉強していきましょう。今日は男性と女性の体についてよ。二人はお互いの体の仕組みや変化について知っている？私は正直、自分の体のこともよく分かってないかも。生理が来ても、ああ来たなで終わりかな。次の生理まで自分の体に何が起こってるのか。だから男性の体についてはもっと分からない。僕は自分の体の変化だけは分かるよ。だけど女性の体についてはちょっと恥ずかしくて直接なんて絶対聞けないし。確かに今は恥ずかしいかもしれない。でも2人にパートナーができた時、お互いの体のことを知っておくときっとお互いを大事にすることができるわ。まず男性の体から説明するわね。赤ちゃんの元になる精子が作られるのが精巣。精巣が外に出ているのは精子が熱に弱いために体温より低く保つためなの。男性の体は思春期になるとこの精巣が発達して射精が起こるようになるの。先生、そもそも射精って何？射精とは性的刺激で陰茎が勃起して精子を含んだ精液を放出することよ。自分で陰茎に刺激を与えて精液を出すことをマスターベーションって言うんだけど、これはとっても自然なことで恥ずかしいことではないのよ。ちゃんと体が成長しているという証拠ね。ちなみに精子は毎日作られていて、その後分解されて体に吸収されるから射精しなくても体に悪影響はないのよ。初めての射精は10歳から18歳くらいの間に起こると言われているわ。次は女性の体について。赤ちゃんの元になる卵子を保存しているのが卵巣。卵子と精子が出会って赤ちゃんを育てる部屋が子宮よ。女性の体は思春期になると生理が始まるの。ねえねえ、女の人はいつから生理が来るの？個人差はあるけれど、だいたい10歳から15歳くらいの間で初めて生理になる人が多いわね。卵子も精子みたいに毎日作られるの？それが卵子の数は生まれた時に決まっていて、新たに作られることはないの。毎日減り続けて卵子がなくなると生理が終わるのよ。じゃあ生理が起こる仕組みを説明するわね。女性の子宮の内側には子宮内膜というものがあって、生理が終わると子宮内膜は徐々に厚くなっていくの。そして卵巣で作られた卵子が放出されることを排卵って言うんだけど、排卵が起こるとさらに厚みが増して1センチほどの厚さになって、受精卵を育てられるよう準備を始めるの。妊娠の準備をしているということね。けれど妊娠しなかった場合は受精卵がないわけだから、この厚くなった子宮内膜はいらなくなるよね。
だから血液と一緒に剥がれ落ちて体から出される。これが生理よ。そしてまた生理が終わって排卵が起きると子宮内膜が厚くなっていく。これを1ヶ月のサイクルで繰り返していくの。そうなんだ。でも先生、排卵の時って私は体に何の変化もないよ。排卵して受精すると妊娠できるわけだから、子供が欲しい人はいつ排卵が起きるか分かればいいよね。そうね。でもちゃんと変化は起こっているのよ。基礎体温っていうのがあって、これを毎日測っているといつ排卵が起きていつ生理が来るか目安が分かるの。排卵が起こると体温は高くなって高温期に入るの。高温期がおよそ14日間続いた後、体温は下がる。体温が下がった時が生理の始まるタイミングよ。生理が終わると次排卵する時まで低体温期が続くの。ということは、排卵が起きた時に避妊せずに性行為をすると妊娠しやすいってことだね。そういうことね。さらに精子の寿命は3日間と言われているから、女性の排卵前3日間以内に避妊せず性行為をすると妊娠する可能性があるわね。次は妊娠について。左右どちらかの卵巣から排出された卵子は卵管で精子を待っているの。一方、膣の中で射精して飛び出た2億から4億個以上の精子はその数を減らしながら子宮、卵管を通って卵子のもとに到着するの。ここでもまだ100個から1000個ほどの精子が残っているんだけど、その中からたった1個の精子が卵子と受精するのよ。受精卵が子宮内膜に着床して初めて妊娠したことになるの。じゃあ僕は数億個のうちの選ばれた1個だったってこと？これって奇跡。すごいんだな僕って。頑張って卵子と出会えたんだ。そうよ、歩夢くん。小さな小さな受精卵が少しずつ10ヶ月かけてお母さんの子宮の中で育っていくの。その間お母さんはつわりを経験したり、大きいお腹で仕事や家事をこなしたりしながら歩夢くんのことを大事に守っていたのよ。それに妊娠したからといって必ず順調に出産までできるとは限らないでしょう。みんなの今の命は本当に奇跡なのよ。お母さん、昨日夕ご飯の文句言ってごめん。はいはい、わかったわかった。ところで先生、さっきの基礎体温のグラフだけど、排卵の前後に妊娠しやすいって言ってたよね。じゃあ排卵が起こってない時は性行為をしても妊娠しないってことなの？え、じゃあその期間は避妊しなくても妊娠しないってこと？ダメダメ、絶対ダメ。女性の排卵日はストレスや体調、他にもいろいろな影響で早くなったり遅くなったりするの。だから絶対妊娠しない日というのはないのよ。基礎体温や自分の生理周期を過信しないで、妊娠を望んでいない場合は必ず避妊してね。誕生した命に悲しい思いをさせないでね。それからさくらさん、女性は結婚・出産・育児と人生設計が大きく変わることがあるわ。でもその時にいつも健康でいられるよう、20歳を過ぎたら婦人科検診は必ず受けてね。子宮頸がんや乳がんは若くてもかかることがあるの。定期的に必ず検査を受けてね。もちろん自分のライフプランのためだよね。僕もパートナーができたら検診を進めるよ。皆さんのライフプランは、進学や就職、結婚など人生の節目を迎えるたびに変わるものです。結婚や出産を望まない人もいるでしょう。近年、生き方は多様化しています。
しかし相手が異性同性に限らず、パートナーと出会ったとしましょう。自分の体だけでなく、お互いの体の仕組みやさまざまな変化を知っておくことは、パートナーとのより良い生活につながります。正しい知識をもとに、お互いの体をいたわることができるでしょう。また将来出産や育児を望んでいる場合は、生活習慣を見直し、定期的に検診を受けることで、その可能性がより広がります。それぞれがライフプランを考え、そのプランに近づくための一歩を踏み出しましょう。性や妊娠、思春期に関する悩みは人それぞれです。同じ悩みを抱えている人もたくさんいます。一人で悩まず相談してみましょう。またインターネットや SNS に掲載されている情報には、事実と異なる内容が多くあります。専門家や医師などから正しい知識を得ましょう。